こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。今回は、ですね、ずっと続きですが、韓石湖、南宋の詩人、韓正代ですね。その人の、ですね、連作60首、田園、詩事田園雑居、そのうちの、晩春田園雑居12首のですね、連作、その最後、12首目、をですね、紹介します。雨朝林に投じ、かかく稀に、前山の延命、歳日に至る。ですね。カラスや鳥が、ですね、林に投じる。つまり、いいですね。まあ、ねぐらに帰っている、行くということですね。そして、過ぎゆく旅人も、稀であると。まあ、ですね。まあ、そういう、夕方の、風景ですね。そして、前山の、延命、もやと、まあ、命というのはこれ、暗がり、闇ですね。まあ、もやを伴った闇が、ですね、夕闇が、歳日に至ると、ですね、この家の、ですね、門の入り口、いいですね。芝で作った扉でしょう。そこまで、こうね、やってく、ると。まあ、夕闇迫る、ですね。そういう、時間帯の風景、一風景ですね。雨朝林に投じ、かかく稀に、前山の延命、歳日に至ると。ですね。そして、その夕方の一風景。何が起こるか、三四句。衝動、一刀、船、歯のごとく。一人、変乱より、野人、帰ると。そうですね。王人帰るか。ですね。衝動というのは、ま、子供ですね。子供が一刀と一竿ということで、まあ、竿を刺しながら、ですね、小舟、歯のような船ですから、ですね、まあ、小舟をですね、操って、ですね、やってくるわけなんですね。で、一人で、ですね、変乱よりということで、編んだ囲いなんでしょうね。そこから、ですね、帰ってくるんですね。それも、王人帰るということで、アヒルの群れを連れて帰ってきたということだろうと思います。まあ、晩はですね、家の小屋にこう、囲って、そして昼間は、水辺のですね、囲いのところに連れて行くと。そうですね。まあそうやって、ですね、アヒルを放し飼い、昼間放し飼いにして、ですね、飼っていると。まあそういうことだろうと思います。ですね。まあ農村の一風景もですね、夕方の景色、それを読んでいると思います。衝動一刀、船歯のごとし、一人、変乱より、野人帰ると。あ、じゃあ、王人帰るですね。アヒルを連れて帰ってきたということですね。表則ですけども、二字目、四字目、六字目が裏返しの関係。そして、多いんですが、一句目、二句目、四句目の最後の字ですね。上表、語尾の印に属します。き、ひ、きですね。それでは、最後に北京語で朗読しましょう。
晚春田园杂兴十二首之十二，范石湖。乌鸟投林过客稀，前山烟明。到柴扉，前山烟明到柴扉，小童一照周如夜，独自边廊鸦阵归。乌鸟投林过客稀，前山烟明到柴扉。小童一照周如夜，独自边廊鸦阵归。ですね。まあ、子供も農作業を手伝うとかですね。まあ、それも一人でですね。鴨をですね。鴨じゃないわ。アヒルですね。をですね、連れ回すと。アルプスの少女、ハイジに出てくるペーター君ですね。あれはヤギを放し飼いにして、こうね、いましたけども、それのアヒル版と。ですね。それがどうなんでしょうかね。北京ダックになるんでしょうか。まあ、ですね。豊かな生活を支えるですね。農村の風景ということだろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。